こんにちは、つくりおき食堂のまりえです。今日は国産のオレンジと氷砂糖を使って美味しいオレンジシロップを作っていきます。それでは材料を紹介します。国産のオレンジ3個、だいたい600から 700g です。それと同じ重さの氷砂糖を用意します。今回は3つで 700g でしたので、氷砂糖も 700g になっています。ではオレンジは流水でよく洗います。よく洗ったオレンジは水気をしっかり拭き取ります。ではヘタを切り取ってオレンジは半分に切ります。それでは瓶をアルコール消毒します。アルコール消毒スプレーを吹きかけて清潔な布巾で拭き取ります。では、オレンジ、氷砂糖の順に、3回ほどに分けて瓶に入れてつけていきます。一番上は氷砂糖になるようにします。氷砂糖です。瓶は2リットル入りのものを使っています。700と700で 1.4 キロなんですけど、結構ギチギチになりますね。残った果汁も入れてしまいます。一番上は氷砂糖になるように入れます。氷砂糖を詰めた瓶はこのように優しく上下に振ります。オレンジからは果汁が出やすいので、だいたい4日ぐらい常温に置いておけば完全に氷砂糖が溶けます。氷砂糖が完全に溶けたら冷蔵庫で保存するようにしてください。漬けてから 4,5 日で氷砂糖が完全に溶けます。氷砂糖が完全に溶けましたら冷蔵庫で保存してください。このオレンジシロップは果肉がすごく美味しいので、そのままお菓子作りやおかず作りにアレンジして使うことができます。鶏もも肉のソテー、オレンジ照り焼きソース添えの材料を紹介します。鶏もも肉1枚約 300g です。塩は小さじ1/4、オレンジシロップを大さじ2、醤油は大さじ1と1/2使います。仕上げにオレンジシロップの中のオレンジを2切れほど添えます。鶏もも肉は厚い部分に軽く切り込みを入れると熱が通りやすくなります。では、鶏もも肉の両面に塩を振ります。では鶏肉は皮目を下にして焼いていきます。皮目を下にして、中火で焼いていきます。中火で、蓋をして4分ほど焼きます。中火で4分焼いたのでひっくり返します。美味しそうな焼き色がついていますね。再び蓋をして中火で3分焼きます。かけます。はい、表面しっかりよく焼けてますね。はい、オレンジシロップの中に醤油を入れて混ぜたら全体に回しかけます。塩を入れて、シロップは焦げやすいのでシロップを入れたら火を弱めてください。美味しそうな焼き色がついていますね。とろみがしっかりついたので火を止めます。ではこのオレンジシロップは果肉がすっごく美味しくて、なんとオレンジティーとしても美味しくいただけます。作り方は本当至って簡単で、オレンジの果肉をだいたい6枚ぐらいだー、オレンジシロップを大さじ2入れます。紅茶のティーバッグを1つ入れます。ポットにお湯を注ぎます。1分半ほど置いてからバッグを軽く振って引き上げます。では1分半ほど経ちましたので軽く振ってティーバッグを引き上げます。すっごくいい香りです。出来上がりです。今日は
オレンジを使って氷砂糖に漬けた美味しいオレンジシロップを作りました。漬けたオレンジの果肉もすごく美味しいので、ぜひ活用してみてください。またねー。